豊島ふさたろう1月5日から1979年4月9日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。豊島と表記される場合がある。山口県出身。農業、豊島鶴松の次男として生まれる。豊富中学校卒業を経て、1910年5月陸軍主管学校を卒業し、同年12月、不評少位に任官。 不評第42連隊付となる。1916年11月、陸軍大学校を卒業。以後、陸軍兵器本省付陸軍省軍務局会員、フィリピン出張、欧州出張、不評第33連隊大隊長、整備局会員、朝鮮軍司令部付などを経て、1934年3月、陸軍大佐に進級し不評。 第23連隊長に就任。第一師団参謀長を経て、1937年11月、陸軍少将に進級し、留守第12師団司令部付となる。不評、第27旅団長、憲兵司令部総務部長を経て、1940年8月、陸軍中将に進み憲兵司令官に就任。同年9月、第3師団長に、 親保され日中戦争に出生した。1941年12月、ルスコノエ師団長として、太平洋戦争を迎えた。1943年6月、コノエ第一師団長となり、同年10月、第二軍司令官に発令され、ニューギニアの戦いなどで苦戦を続け、オランダ領東インドのセルベス島で終戦を迎えた。1946年3月に復員するが、 同年5月、立花丸事件の先般容疑で収容され、1948年4月13日、重労働3年の有罪判決を受けた。ニューギニアマヌス島で服役するが、オーストラリアマヌス裁判第4号事件裁判では、1950年7月、無罪判決を受けた。1961年3月から1969年3月まで、 日本商医軍人会会長を務めた。ありがとうございます。